さあまずは慎重なステージストライクから。公明の拒否は戦場、敷居の拒否は妻村ポケスタ2。ゼロスーツサムスが終点を拒否らないというのは結構珍しそうにも思えますが、シルク側の着地がそこまでなんだろう、こう暴れとかでこうなんとかするっていうシーンがないので、まああんまり選びたくないのかなっていう。あ、でも終点選ばれましたね。さあどういった思惑がある。シキお待ち、挨拶を交わして見ていきましょう。ルーザーズセミファイナル SG8 コメシュルク対するはシキーゼロスーツサムス。ステージは終点、まずは空前から掴み、ジャンプに対してリーチの長い攻撃が突き刺さっていく。投げで崩して内側受け身読み、ジャックで展開継続から以前有利クーグラクーネ先端固めていくが、コメは我慢。はい、クーネからダッシュ攻撃狙っていきますが、クーマイ暴れ飛ぶ状況。オナダーツスピード状態で空中攻撃を振りながら飛んでくるシュルクに対して、どこまで手堅くゲームメイクができるかというのがゼロスーツサムスの課題になってきそうですね。あー、なるほど、空前の一段からの読み合い持ってきましたね。空前での耐久と見せかけて、うん、怖いぞこれ。ジャンプの高さが功を奏したというか、ゼロスーツサムスのジャンプ力がね、いきましたね。ただこの読み合い、上の裏手、さすがに撃墜力はないが、ただ展開を取るには十分。素晴らしいフッキレートからの上スマッシュ、裏着地狩り。でも米さんもすごかったのが、今クーエヌで裏当てして崖メテオンになるように狙ってました、ね、そうなかなか見ない。うわー、ジャンプ読み、リーターの高い選択肢持ってました。まい、マキジとジャストシールドから切り返していく。これは崖バイト見せかけてプレッシャーをかけますが、しっかり横下とドライカバーするもの、モナダーズバスターには確定反撃と、はい、当てはんですね。なんで後ろ投げ、空への裏当てから空前、これがやっぱ強力ですね。そうですね、ゼロスーツサムスの前の外からめちゃくちゃな歓声で飛び込んできてそのまま空中後ろ攻撃裏当てを駆け足に持ってかれちゃう。ゼロスーツサムスが自由に飛ぶ空間があんまりないっていうのがこのカードの特徴だと思います。あそこでゼロスーツサムスのいいところが、あの展開で復帰阻止になって余命が始まるんじゃなくて、はい、ワイヤーを持ってるから、はいはいはい、崖には安全に帰れるんですよね。そうですね、そこは結構強み出てますけど、グーグラ、いやー絶妙の前管理暴れない、なんだこいつらパキパキ取ってますけども、これは着に反転が掴み、いやスラカカン、さあ空中前通していく、勇気の選択肢、うまい横強着地狩り、上投げからクーネで展開作ってバックスラッシュ狙っていく。ちゃんと崖スキップはさせないところにおりましたね。クリップで返したら撃墜というところで、クーネ裏で持続がたっぷり、クーネ仕掛けますか、おお応酬お互い殺意高かったですね隙さえあれば撃墜してやるぞというところで見えましたね、お互いの。アーツを切り替えることによって上必殺が終わった後に逆にエアスラッシュを通すことができました。すごいですよね、ああいうところってアーツ切り替えるって発想がなければそういうの食らってできないはずなんですけど、そこまでしっかりと頭の中で描いてるってことですからね、普段から。これはエアスラッシュはそのまま必殺技、このダッチシールドは使った後と、まあ、6段出さなかったのでその分隙が短くてガードが間に合ったって感じですね。
さあ開始着地見切って掴みで展開継続、プレッシャーかけていきますが、ここは回避を選択。相手の歓声のかけ方を分かっている。空泳の折りをジャストシールドってリターンを求めに行きますが、空泳の後ろ側ジャストシールドする精度かなり高いですね、あれがこう結構生きてるな。危ない、空泳が確定、これは確定。結構良い仕上がりだね。そうですね、あれコースのすごい距離もある、うん、まあ、大ジャンプは当然バレバレなんで、はい、みたいなのと、小ジャンプでもかなりの距離を稼がなきゃいけないので、うん、当てるのかなりむずいんですけど、ピタリでしたね。ねえ、あまりにも意識外からの激贅沢と言わざるを得ない。そう、そう、小ジャンプでも飛びすぎて全然なんかどっか空2段目かどっかそう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 、ずれてくっ飛んでるみたいな、相手の位置に自分が行けんがみたいなね機動力を手にしちゃうジャンプなんですけども、やはり使い込み、いや自在に感性は操ってみてますね。うわー、よし、暴れ、気持ちいいですね、お互い客の切り方が。いやー、ちゃんと防御タクと攻撃タクね、まんべんなく持ってるっていう、散らばして、難しい掴みをその場回避でかわして、姿エリターンからジャンプ読み、ピーチョン行って着地狩り、クリップでケア、これは空裏当てから、いやー火力高い、いい選択肢、高い選択肢ですね。モナダーツシールド持ってなかったら顔1個溶けてるまでありましたね。そうですね、うん、よかった、シールドあって困った時の横強、着地点分かりきってる。圧がすごい、圧がすごい、でも動きませんね、危ない。いやー、じゃあ後ろからまたもプレッシャー、もうしょうがないっていう感じで引き出された投げでしたね。いいですね、モーションあったらそれは、うわー、うっそー、見てからビジョンやった感じ、いやーマジかー安定着地だと思ったんですけどね、上がれるようなモノマチェンジ、2段当たった、危ないですね、2段当たっていたらめちゃくちゃ痛いダメージ入っていたところでしたが、なんとか植木を発生早技暴れを持っててそのまま着地がり空中後ろで撃墜、これは痛い、やばいよ、ではああ合い上がったか、攻撃ウソマッシュ強気に振っていくが、ガード硬い、動きません、ガード本当に硬いですね。なんか広めのステージだとさっきに比べて極上の裏手を無理に当てに行くみたいな展開が減ってるようにも見えますね、はい、そうが地上ですごく我慢をするみたいな。そうですね、1戦目は結構空中でのなんかこうお互いの技の応酬って感じだったんですけど、コメ、ね、さんがだいぶ地上での我慢立ち回りに切り替えてきた感じが見えますね。クーした、さあさすがにまだまだ、うん、テーパーなので当てはん、20%テーパーなので当てはん、テーパーなので当てはんだが、ね、シールド間に合ってる、ちゃんと考えてこれやばい、ちゃんと考えてましたね、いい位置で切りました、下 B したらその後シールドされて ET の食らうから、まあとりあえずは空後の確定で剣にダメージは取ると、はい、いやらしい、うまい位置から空中しろ、浮き刺し、うますげー、いやー今のは内側行っちゃいますよ、ね、ジャンプしてこう、あ、地面あったなっつってほっと一息ついたところに、いや、いるのはゼロスーツサムス、余命でしたね、ワイヤーで行くか、これはまあまあシールドがね、うん、切り替えて、さあいいですね、シールドでも反撃取れないしダメージも十分と、はい、あ、当たったぞ、大丈夫か、空中前、まあ上 B で撃墜できないので、はい、そしてもう一回狙えるタクを狙いましたね、4ゾーン来るか、いやこれどうなる、バーサー、いや SNS 用のパーセントを稼いで逃げる、とりあえずは端から逃げて自由って感じですね、うん、後ろ投げ、あ、今危ない、無敵でやり過ごす、スピードと縦以外、ジャンプか以外はないので、この隙に攻めたいんですけど、ライン詰めるか、ジャストシュート、これは横スマッシュ、姿勢がいいな、スラッシュ、なんやかんやありましたが最後に立っているのは天を仰ぐ式、本当、いい流れが作れているよ、
シュルクの横スマッシュね、結構着地狩りで振る上で難しくないですか。なんか着地停止点にはこう上シフトで早めに出してもいけないしみたいな、こうじゃあ無シフトしたらもうなんか急降下との読み合いしなきゃいけないしみたいな、結構難しそうではありますよね。さて3戦目、さあ引き続きポケスト2ですが、しかしに話してるが内側と崖で有利展開を取ったらバスター、あ、いいですね。ちゃんと攻めたくだけど食らった時の、ね、ケアとして下火は仕込んでましたね、うん、さあ激へ飛びすぎて何も繋がらないし展開も良くない。そのまま行きますか。あ、うまい5強で止めて、うまい、チャンスシュートから反撃、上から回避で差し込む、面白い選択肢、崩れない、ガード硬いし掴みには回避が打てる人、ガードも硬いだけじゃないってことですね。いやですね、これかなりゼロスーツサマス視点に立つと掴みを振らされているのにもし、はい、使ってしまったらという、そうガードが硬くて読み合いも強いと対戦してると攻めてるはずなのになんか自分がなんかねやられてる感じがしますからね。さてこれが米主力のゼロスーツのスタイルか、これはしゃがみに対してさスマッシュを当てていった、間に合いますね。ただやっぱ、うん、やっぱりただ技なのでね、そうですね、空母くらいしか直接的な単発技がないので、はい、その場でスッと決められるやつ高いやつです。これはまあさすがにね、うまい、いいタイミングで打ってくる、うん、いいフリップでした。この吹っ切るとはうまい、いやで戻ってくるが強気の選択肢にしっかり置いてあります。ピガンセこれは後ろから上一つだ狙っていくが、ちょっと足が出ちゃった、うん、しっかりでも今度はたらば、ま、リキャスト間に合ってる、めくってるぞ、しっかり打ちがますね、いや、うまい、よくぞ通した。さっきね、やっぱね一回ああいう回避読み入れでこう通せなかったつかみって次振るのに勇気がいるんですけど、はい、振り切りましたね。これは痛すぎなんだけど86も食らっちゃいました。これかなり美味しいダメージですね。さすがにさあ気づけば逆転しましたがこれですね、まあ、バスター状態で展開取れてたっていうのが何よりも大きかったですね。いやー今偉いな、転がり基本的には外転がりとか内転がりが多かったで、あっと距離確認が難しい、これ痛いんですけど、おー、クッションこれなんだ、我慢、細かい怖い、いや、嘘、そこ狙ってくるのか、面白い発想ですね、面白い復帰措置でしたが、これまあまあまあ正面なんで、正面なんでちょっと崖スキップされるとちょっと嫌ですね、やっぱり嫌ですね。この有利展開で仕留めたいよ、リキャストが間に合わないうちに投げ飛ばすが変更間に合ってる、崖を上がったぞ、空からから読み合い、あ、2回目冷静、意地でもゼガヒでも通す、投げと、やばいやばいやばい、嘘でしょ、リゲ飛ぶんすよめっちゃ、うん、これは届かず、おいしいダメージ、縦に変える、いいですね、一番最初にやってた暴れですね、それ以外影を潜めてたんですけど、うん、ちゃんと回しましたね、いったーいしっかりその後の暴れも反撃で狩ると冷静、うわーはい、やってきた、最後の最後に懐に潜り込んでアーツチェンジの無敵を絡めつつ着地点に横スマッシュ、アーツチェンジの無敵ね、よくまあ対戦中には見るんですけど、ここまで、ね、はい、なってくると逆にね減ってくるんですよね、うん、まあ見切られてたらちょっとリスクにもなり得るんで、はいはいはい、まあ、それでもね、やっぱ選択肢っていうのを全てを使ってね通してくる、うん、そのね、手の広さと読みの鋭さが素晴らしかったです。やっぱね、打てる男が勝ってますね、これね打てる男がね、そう、やっぱ
やっぱね強い男は強いんですよ。そのまますぎるな、どっかで打てるとね